レイズマイナスエンゼルス25日、日本時間26日、トロピカーナフィールド。特大弾の後は、成功率 100% の小技で見せた。第1打席に、メジャー初の先頭打者本塁打となる24号を放った、エンゼルス大谷翔平投手、26、は続く、第2打席、3回無視2塁から1塁側への、セーフティーバントで、内野安打を決めた。バント安打は今季4本目で全て成功させている大谷。また、初めて一塁側へのバント安打となり、日刊スポーツの計測では一塁までの到達タイムは 3.44 秒。メジャーでも超一流のスピードでベースカバーに入ろうとした投手より楽々と先着した。